ワイズマンとは、アメリカ合衆国アラスカ州にある村、ブルックス山無付近に位置し、人口は16人程度の丸木小屋の集落地である。かつて、ゴールドラッシュ時期のアラスカで栄えたところである。1900年代初頭のオランクリークとハモンド川で、金脈が発見され、1907年に町が設立され固有区区川渓谷の鉱山の供給の中心地となる。それまで、 南2 2トルにあるコールドフットが鉱山の供給地だったがワイズマンに移った。ワイズマンの名は当初ライツやノーランと呼ばれていたが1923年に現在のワイズマンと呼ばれるようになった。ピーク時の1910年には人口が300人になるなどワイズマンは近郊の供給地として栄えた。郵便局が1909年から1956年に 運営され、貨物輸送や学校が1934年から1941年まで運営された。学校は後にコミュニティセンターで運営されるが、2002年11月に閉鎖されている。1970年ワイズマン沿いにアラスカにおける石油パイプラインとダルトンハイウェイが建設された。コミュニティのほとんどが白人だが、アラスカ先住民も19%ほどいる。 フローレンス・ジョナスは、ワイズマン最後のエスキモーの女性の居住者である。1979年に82歳で他界するが、彼女を称えて、ワイズマン唯一の教会と、近くの山に、彼女のエスキモー名のカルファブックの名が名付けられた。近くにジャップクリークと命名された小川があるが、この小川沿いに、アラスカ物語で知られる、日本人、フランク・ヤスダや、 ジェームス・ミナノの丸木小屋があったとされている。二人はワイズマンで一時期働いていた。ありがとうございます。